こんにちはデーバ就活チャンネルの平川ですえ本日は5月を迎えるにあたり第一志望の内定また納得して就職活動を終えるために5月中にすべきことについてお伝えさせていただきますまず皆さんにお伝えしたいことそれはメンタルケアを大切にしてほしいということですえこの時期になるとなかなか先行に受かることができず 気持ちちがが落ち込んでしままうことが多くあります5月は特に周りと比べて焦ってしまうこともあるかもしれませんですが5月はゴールデンウィークもあり採用活動も少し落ち着いてきますですのであまり根詰めすぎず適度に息抜きをしながら進んでいくのが大切だと思います就職活動は人生の進路を決める上で大切な時期でもありますが体が資本なのでまずはしっかりと自分自身の健康にも気を使って 進んでいきましょうとはいえ志望度の高い企業に落ちてしまうとやる気も落ち込んでしまいますよねではもしそうなった場合どのように気持ちを切り替えていけばいいのでしょうかえポイントその1なぜその企業を志望したかを振り返ってみましょうその企業でなければいけない理由これを確かめることでもしかしたら他にもその軸に当てはまるような魅力的な企業を探すきっかけになるかもしれませんえぜひ今だからこそ その原点に立ち返って何のためにその企業を志望していたのかを振り返ってみてはいかがでしょうか皆さんはなぜその企業を受けようと思ったのでしょうかまず考えてほしいのは組織視点で会社を選んでしまっていないかという点です大手企業だからとか有名企業だから入りたい そのように組織がどんなものかだけによって選んでしまうと視野が狭まってしまいますもっと大事なのは自分自身がその会社に入って本当にやりたいことができるのかどうかそれが実現できる環境なのかどうかそういったところを今一度見つめ直してみてはいかがでしょうかそして皆さんが就職先を選ぶ上で本当にこだわるべきものは一体何でしょうかそれが仕事内容であれば 同じ業界の中に近い仕事内容はたくさんあると思います働く環境であれば、業界の知名度や大手企業であるかどうかっていうのはあまり関係はありませんおそらく、今、先行進んでいく中で諦められない理由を見つけてしまったり固執してしまう理由をどこかから見つけてしまっているだけではないでしょうか今一度、なぜその企業だったのかというところを考え直して新たに選択肢を探してみるのも一つ手かもしれません そして切り替え方の2つ目のポイントとしては好好かれること好きになれるるこことときにになを大切にしてくださいもちろん一番大切なのは就活においても相思相愛であることはもちろんですが皆さん自身が初めて知った企業知らなかった企業であったとしても企業の方が皆さんのことを評価しているというのはそれだけ皆さんがその環境において大いに活躍できる可能性を秘めている。 とということです是非ててまず確認すべきなのは皆さん自身の片思いになりすぎていないかあなたと働きたいそんな企業を是非大切にしてその企業を好きになれるかどうかという視点で是非就活を進めてみましょうそして25卒の皆さんが5月にすべきことの1つ目としてはエントリーの見逃しがないかのチェックをしっかりしましょう 5月はエントリー締め切りのラッシュがきます自分が出したかったところの漏れがないかを今一度しっかり確認をしてみてくださいそして2つ目は最終面接も本格化をしていきますので対面での面接対策もしっかりとしていきましょうオンラインと対面では意識すべきところもまた少し変わってきます是非対面でしっかり話せるような練習もしてみてくださいそして3つ目入社がゴールではなくその先のことをしっかりと考えていきましょう 内定獲得や入社を最終目的にせずその先働き始めた時にどういう活躍をしていきたいのかそのイメージを持っていれば先ほどのお話でもあったように目的を見失わずに就職活動をすることができるのではないでしょうかそして4つ目 OBOG 訪問を通してリアルな働きき方を確認していきましてまょう私自身も実際就活生の頃 OBOG 訪問は徹底的に行ってその社内の人が 仕事にに対してててどう感じいいるのかをヒアリングを徹底的に行っていました面接や説明会の中で聞く情報だけでは分からないリアルな部分も聞くことができますので是非皆さんがイメージしている働き方と一致しているのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか、えー、こちらの動画の締めとしてはまず周りに流されず自分自身がどうしていきたいのかというところを今一度見つめ直してみましょう。また自自分自身の 片思いだけではなく企業の方から好かれているというところそういったところも大切にしてみてはいかがでしょうかデアバカンパニーではまだ就職活動を続けている25卒の方向けにグループディスカッションを通した就活イベントを5月も開催予定ですグループディスカッションの問題4問に挑戦をすることができその場で企業の方からフィードバックや 特別な選考へのスカウトを手に入れることができます26卒向けは6月より全国的にイベント開催の予定がありますので気になる方はぜひ概要欄からチェックをしてみてくださいこれから動き出す26卒の方にはですね グルーープディスカッション対策のセミナをを平日毎日毎開催をしておりますどれも全てオンラインで参加をできるものになっておりますので6月のイベントに向けて是非グループディスカッションを対策していきたいそんな方はですねふるってご参加いただければと思いますまた一度参加した方もですね初めて参加するよという方も現在セミナー参加の友人紹介キャンペーンを行っております 紹介する側もされる側もどちらも1,000円ずつプレゼントさせて頂い,いておりますので是非この機会にお友達を誘って山セミナーにご参加いいただければと思いますえこの動画が役に立った場合は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。